皆さんこんにちは。今回はチェコ戦の大谷翔平選手の活躍について解説していきます。大谷翔平選手は岩手県出身。高校時代は地元の花巻東高校で野球に打ち込みます。そして2年生の夏には甲子園に出場し、当時 151km の剛速球を投げるピッチャーとしてスカウトから注目を浴びます。そして3年生の春には再び甲子園に出場し、当時同級生のライバル藤波選手と対戦し甲子園を沸かせました。すると打撃面では藤波投手から本塁打を放つなど大活躍でした。しかしピッチングの方では11四球9失点と荒れに荒れ、甲子園を1回戦で姿を消すことになりました。3年生の夏は甲子園に出場することはできなかったものの、プロからも注目される存在となります。しかし二刀流がしたいという大谷選手の要望により球団が指名を避けるようになります。しかしその中で強行指名した球団がありました。それが今回の WBC 監督栗山監督率いる日本ハムでした。栗山監督や日本ハム球団は大谷選手の二刀流がしたいという意思を尊重し、温かく球団に迎え入れました。この栗山監督や日本ハム球団の行動や思いやりがなかったら、今の大谷選手の活躍は幻になっていたかもしれません。そしてそれからは皆さんご存知の通り成長を続け、今では MLB のロサンゼルス・エンゼルスに所属し、メジャーでも二刀流としてその猛威を振るっています。今では日本のみならず世界で注目される選手です。そんな大谷翔平選手が17日インスタグラムを更新、今大会の WBC について栗山監督に出場する意思がある旨を伝えさせていただきましたとコメントし、大会出場の意思があることを明かしました。各国の素晴らしい選手や5年ぶりに日本のファンの皆様の前で野球ができるのを楽しみにしていますとコメントし、日本中を活気づけました。大谷翔平がシーズンを戦い抜く上で何より大きな鍵を握るのが食事だそうです。野球専門メディアフルカウントで大谷を密着取材している大谷真也氏がそう言っています。去年のオフ、大谷選手は卵をあまり食べていないと話していました。それまでは栄養価の高い卵を使ったオムライスを食べて、フライパンをトントンとして卵できれいに包むというかなり手の込んだ調理方法でした。なぜ卵をあまり食べなくなったのか理由を聞くと、オフに入ってすぐに血液検査をし、卵が自分に合っていない食材と分かったらしいです。そしてそこからは皆さんご存知の通り大成功を収めます。結果的にこの行動は成功していると言えるかもしれませんね。大谷選手は6日に行われた阪神との壮行試合で2、3打席目に豪快な本塁打を放ち、特に2打席目の本塁打は体勢を完全に崩されながらもセンターに持っていき、バックスクリーン右に運ぶという特大本塁打を放ちました。大谷選手の怪力ぶりに本当に驚かされた試合でした。また中国戦では3番バッター投手として出場、4回49球1安打無失点5奪三振と好投し、勝利にしっかりと貢献しマウンドを降りました。また日本中では止まらず、世界中で日本はレベルが違う、本当に派手な守備を常にしているし、パワーヒッターもたくさんいるし、もちろん翔平もいる、大谷やばいな、日本チーム怖いな、日本の守備が完璧、素晴らしい試合でした。大谷選手もすごいですが、チームメイトも素晴らしいです。大谷は打者として投手としてやっていることで史上最も偉大な野球選手の一人として語られなければならない、前代未聞です。見ていてただただ壮観です、など称賛のコメントがたくさん寄せられました。試合直後のヒーローインタビューでは、ちょっと序盤は重かったけど打線がつながってよかったと笑顔で答え、次の韓国戦については先発はダルビッシュさんなので援護できるように頑張りたいとコメントし意気込みを語りました。また中国戦の試合後、 SNS では大谷選手が見せた仕草にも注目が集まっています。1回裏に打席に立った大谷選手、中国代表のキャッチャーに挨拶をし笑顔を見せました。その際の表情に Twitter では、 WBC 最初の打席、相手のキャッチャーと優しく挨拶、このエンジェルスマイル礼儀正しすぎる、これ
天使だった。1回裏相手のキャッチャーにニコッと下顎強めに顔を崩す大谷くん、笑顔まで MVP ですねという声が上がり絶賛されました。さらに2回には相手打線を抑えた大谷選手はベンチに戻りながら甲斐拓也捕手にウインクを、4回には二塁打を放ち、中国代表のピッチャー交代を待つ時間に塁審と談笑している様子が放送されました。会話の内容こそ聞こえませんでしたが、笑顔で相手チームや塁審と挨拶をしたり会話をする大谷選手に世界中が癒されました。さらに試合終了後にはかつてのチームメイトでもある近藤健介選手にバックハグする様子も、近藤選手も笑みを見せました。またもや SNS では大谷選手の可愛らしい仕草に釘付けになったファンの声が投稿されています。全人類の心を奪うバックハグ、大谷翔平恐ろしい男。大谷翔平が日本代表で二刀流やってるってのだけで嬉しすぎて涙出てくるんだけど、先ほどのウィンクで無事キュンしました。大谷さんめちゃくちゃ愛嬌してて超可愛い。どこのアイドルグループの方、マジで野球のルールもチームも何にも知らないのに大谷翔平のこと好きになってきてる。恐ろしい男で草と、やはり大谷選手はプレー以外でも愛され愛嬌も持ち合わせているようです。さすが大谷さんとでも言ったところでしょうか。11日、チェコ戦の大谷選手は1、2打席目は1ゴロ空振り三振に抑えられ、2打席目に関してはボール球を振らされ3球三振に倒れ、不安が日本中に広がりました。しかし注目の3打席目、4回にレフトの頭上を越える二塁打を放ち、大谷選手が復活。この二塁打により再び世界中を沸かせました。さらにその後華麗に3投も決め、米メディアではショータイムだと報道し、大谷選手のプレーはアメリカ人をも魅了しました。その後三塁手スモラ選手は投手交代の際に2人とも笑顔満面で英語で会話をしている2人が放送され、これもまた大きな反響を呼びました。 SNS ではこれユニフォームちょうだいって言ってるよな、楽しそうという声が多く見られ、話題になりました。大谷選手のキャラや愛嬌は自分たちのチームだけでなく相手のチームも魅了してしまうようですね。この調子で侍ジャパンを優勝に導いて日本中を野球の力で元気づけてほしいですね。このように大谷選手は WBC でプレーではもちろんのこと、キャラや愛嬌でも味方、ファン問わず敵チームからも愛されているということが分かったと思います。このまま両方の面で WBC も含め今後の大谷選手の活躍を期待しています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。